はい、続いてですね。大悟様こんばんは、20代男です。妻に浮気をしないことを、誓って今後やましいことがないことを証明するために自分の携帯を利用している SNS などを共有した、iPad を渡して関係を、修復を図ってんですが、その後余計に詮索されてしまい、新たな利益を生む結果になってしまいました。どうしたらよかったんでしょうか、ご教授お願いしますってことなんですが、これは絶対やっちゃダメなやつですね。恋愛関係って疑ったら終わりなんですよ。疑ったり確認したら終わりなんですよ。確認するってことは疑うってことなんで、だから、あれですよ、相手が浮気してるんじゃないかしらと思って、ね、LINE とかを見ると、でね、いうことする女性いますけど、見た後、あ、よかった、浮気してなかったんだな、ほっとしたって思う人いないんですよ。見て、証拠がないと、隠してんなって思うんですよ。うん、わかります？なんか違うやつ使ってんじゃないかとか、別に携帯があるんじゃないかとか、消してんじゃないかなとか、っていう風にですね、思うわけです。だから結局、疑ってる人の目には全てが疑ってるように見えるので、SNS とかを共有した iPad を渡したところで、ちょっと何かあるだけで、そういう風にですね、どんどん疑いが、増していくんですよ。そう。だから人間はですね、疑ったものは悪く見えるんです、全部。だからこの疑われた時点で結構終わってるので、そこは、見せるとか、オープンにするとかって話ではなくて、なぜ疑われてしまったんだろうかってところとか、お互いの気持ちをなぜ共有できなかったのか、つまり、その共有できなかったことがあったから疑いにですね、繋がってたわけなんで、そういうところを考える必要があったでしょうね。うん。だからその、自分でセンス全部見せてくれたところに行って、信頼してもらえるってことじゃないですね。だからもっとわかりやすく言うと、じゃあ、犯罪者じゃなければ、皆さん友達になれますかって話なんですよ。犯罪者とかね、悪いことをしてない人って、じゃあ、信頼できる人ですかって言ったらそうじゃないですよね。ね、違いますよね。悪いことしないってただのゼロなわけですよ。信頼するってのはここからどうやって積み上げていくかなので、だからこのゼロベースのところをですね、保証したところで恋愛関係の場合はうまくいかないわけですね。はい、疑われちゃったらもうアウトなんで、だから最初の本読んでほしいかも。うん、これはい。で、あとはあれですよ。ご自分の問題だけじゃない可能性もあります。もちろんね、やましいことしてしまったんだったら、疑われる可能性はありますけれども、相手がね、ちょっと恋愛感覚が歪んでる可能性もあるので、こっちの方読んどいてもいいかもしれません。もしね、別れて次新しい人行くんだったら失敗しないようにするためにも。切り抜きいかがだったでしょうか？この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。